おはようございます。宮井優子です。言葉と教育について皆さんと一緒に考えるこのコーナー、今週も校長先生からお話をお聞きしました。今日はしゃぶしゃぶ温野菜赤坂店さんにお邪魔しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお店の特徴をお願いします。はい、しゃぶしゃぶ温野菜というお店はしゃぶしゃぶっていう風なイメージ、高級なイメージのしゃぶしゃぶをもっと気軽にお手軽に楽しんでいただけるようなお店になってます。まあ、扱っている野菜は全て国産の野菜になってますね。であとお肉も、まあ、それぞれの産地、国産のお肉からアメリカ産、オーストラリア産のお肉も扱っているんですけど、全て、まあ、牧場契約、それぞれで契約している牧場からお肉を仕入れていて、で味、質、量ともに満足していただける食材は提供できていると思います。このお店で働いているスタッフに特に心がけてほしいと伝えていることは、とお客様からすいませんと呼ばれてお願いされてからこちらでいろいろなものをしたり説明したりというわけでということではなくて、こちらからお客様が何を求めているのかであったり、これを知ったらスタッフがしたらお客様が喜んでいただけるっていうのをこちらで気づいて、それを先にこちらからまあ声をかけたりコミュニケーションを取ったりするのがサービスだっていうのを、まあ、みんなに伝え続けていることですかね。まあ、ご来店いただくお客様はそれぞれの目的があってご来店されているので、それぞれのお客様に合ったサービスであったり接し方っていうのを全スタッフができるように取り組んでいます。それぞれお客様の関係であったり空間、そこのお客様がの空間というのを大切にしたいと考えていて、お客様とコミュニケーションを取るときにそのお客様同士の関係であったり、どういうものをスタッフにお店に求めてご来店されているのかっていうのを察する力であったり見る力っていうのをスタッフに身につけてもらいたいと思って営業をしています。よくわかりました。今日はとてもいいお話ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。今日は国立学園小学校の森谷校長先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず学校の特徴をお願いします。はい、今日はね、こういうところにお招きいただきましてね、お話しさせていただくことになったんですけれども、よく、いろんな取材を受けることがあります。で、まあ、今日はあの学校の学校案内を持ってきたんですけれども、その一番最初のところに、こう木に登っている子どもの写真があります。本当に木に登るのが子どもたち大好きで、いろいろなもう至る所の木を、まあ、子どもたち自分自身で、自分の力に合った木に登る、もう少し経ったらあの木だとか、そんなことを言いながら、上級生に教えてもらいながら登る。まあ、落ちたらどうするんですかって言われるんですけどね、落ちたら困りますねというしかないですね。止めないわけですね。そうですね、止めることはしません。で、まあ、高いところまで登っていくのはできたんだけれども、降りてくることができなくなっちゃう。で、そういう小さい子がいて上で泣いてる。そしたらこう6年生の男の子がね、左足をとにかく下に思いっきり伸ばしてごらん、枝に触っただろう、その枝大丈夫だからって言って、一つ一つ、2本の手と2本の足のね動かし方を下からずっとこう伝えながらね、で最後まで下ろしたっていうことがあります。
まあ、そういう子がね、必ずしも成績優秀っていうのかな、算数がすごくできるとかそういうことじゃなくてね、だそういう力っていうのがついていくのが、私は一番大事なことだというふうに思っています。次にですね、守屋校長先生のお考えになられます教育の理念とか考えっていうのを聞かせてください。はい、まあ、そんなに大それたものはないんですけれども、やはり今、子どもたちが持っていてほしいなというふうに一番強く考えているのは自己肯定感というものですね。自己肯定という言葉自体があまりこう、いい響きじゃないですよね。自分勝手だったり自己中心的だったりという言葉と、こう重なってくる、まあ、そういう意味では、行き過ぎてはいけないんだろうけれども、今の子どもたちは、そういう自己肯定感がやっぱりちょっと欠けているのかなと。簡単に言うと、自分という存在は、こう認められているものであるとか、あるいは自分は愛される存在だっていうふうに強く自分で感じているということですね。そういうようなものがやはりこう欠けているのではないか。それは、子どもたちだけではなくて、はい、親の世代というか、もしかしたら私たちの世代もそうなのかもしれませんけれども、自分たちがやってきたことと言われてやってきたこと、それが、本当に正しいのかなとか、何の疑問もなくやってこれる時代ではなくなってきていて、そういう不安感みたいなものがやはり子どもに出る。でも焦っているっていう、そういう中で、こう育てられている子どもたちが自然に身についてくるものかな。例えば具体的に言いますとね、まあ、テストがあります、ね、いつも50点ぐらいの子がね、たまたま、60点取って帰ってきた。で、ママ60点取れたよって、もう少し頑張れば80点ねっていうね、それは励ましたつもりかもしれない。でも子どもにとってみれば非常にがっかりしてしまいますよね。自分をまだ認めてもらえてないって、こういう時代ですしね、やはりこう自分に、まあ、過信はいけないけれども、自信を持って勇気を持って、見えないところに突き進めるっていう、そういう力をつけてあげたいと、それが私の理念といえば理念ですね。すごい、一番、ね、重要なことですね。まず一番最初に、幼い時にお子さんがこう非常にたどたどしい幼児語というか、幼児語っていうよりも我が子語っていうのを使います。僕幼稚園 の園長もやってるので、面接なんかをすると何言ってるかわからないんですよね。でもお母さんはよくわかってる、でそれをもしかしたらわからないであげた方がいいのかな。ちゃんと言わせる、叱るんじゃなくてね、ちゃんと言えるの、待ったりね、とんでもないこと言うかもしれないけれども、でも一つ一つの言葉がつながっていって、で、それぞれの、使い方とかそういうのも分かってきて、いつか必ずきちんとつながっていくんだから、あんまり慌てて、そういうふうに仕向けなくてもいいかなというふうに思います。とにかく失敗をする、でもその失敗を、ちゃんと許してあげる。で、とっても怖いことっていうか、ちょっと親にとってみれば、不安なことがあるかもしれないけども、やはりそういうのこらえてね、ぐっとこう奥歯をかみしめてこらえるっていう、そういう瞬間もやっぱり子供育てていくときにはとても大切だろうし、そういう中で子供が、ああ自分は愛されているなとか、あるいは、自分はここに存在していていいんだっていう強い思いが出る、そういう思いが出たときにですね、やはりこう、失敗を恐れないし、自分の思ったことをきちんと伝えようと、そういうことが喜びになるような、子供になるんだろうというふうに思っています。無限の包容力で最大限の能力が引き出されていくんですね。お父さんお母さん、心がけましょう。それでは次回もお楽しみに。